影響が出てからでは遅いんです。影響が出る前に私たちは北九州市長の考え方を改めてもらって、瓦礫焼却はなしにしよう、積んできた瓦礫は宮城の方に戻そう、このような判断を北九州市長に求めたいと思います。皆さん、県と県と同じような被爆量だと言います。しかしあれは医療をするために必要なんです。だけど瓦礫は私たちが望んでない放射能を浴びることになります。私たちは一旦放射能は伸びた放射能が体の中に溜まり込んで多くの臓器を痛めつけます。私たちはこの震災瓦礫ごみの放置や廃棄の噴霧放置、落書き、不動機園は条例により県民の多様が課せられます。県は、ビクトリアンデッキ
軍が北九州に接近して、実際に現状、とても問題点を捕まえ、さらに非常にもう、その現状補足が待たれようとしています。北九州の問題は、今や国会の問題、企画の問題になろうとしています。いや、しかし今、この震災解決を、そして貿易処理という形で多くの人々を交渉に通しようというのもまた環境省のやり方です。貿易処理そのものが誤っています。 IAEA や IRCP などと言われている国際機関はロシアの漏れが発生したら、この場で封じ込め、これが事故の原則的な対応だとしています。貿易処理は、それを1から10まで、やるなことを行おうとしています。なぜ、北九州市はなぜ増えたのでしょうか。5月の試験消却で、1334万円が、未だに北九州市から宮城県に返金があるとしません。なぜですか。乗客はしたものの、まだ乗客が終わってないですから、まだ乗客外の調べが済んでないかと言っています。入荷30日まで、5月の新乗客の期間が過ごされます。つまり、北九州市は、震災関連を受け入れる施設がなく、能力がない街なんです。にもかかわらず、本焼却、合計7万トンぐらいの震災瓦礫を2年間にわたって、不栄養土を知る北九州の市長さんがおかしいんじゃないか。私たちは、このおかしさを追求して、市長さんに撤回を求めています。迷惑行為のない快適な
東京から下に避難した人はこう言っていました。
東京都が瓦礫焼却を始まる前はこういうことはなかった。元気に動き回っていた。しかしながら急に体力が落ち、鼻血が出、手足がこわばり、そして頭痛がしてどうしようもない。このような症状を訴え続けています。これは私たちが身近に感じることになるかもしれない症状です。すでに5月の試験焼却では日明かりの焼却場の近くでは子どもたちが鼻血が出、そして下痢が止まらないという症状を訴えています。いや、日明かりだけではありません。北九州の文字を含めた多くのことで症状がありますが、いや、それ以上に心配なのは、心配というか問題なのは、福岡市の子どもたち、福岡市の東区の人の島に通う幼稚園たちが、鼻血が出て、授業にならない、このように症状が訴えられます。つまり試験焼却の被害は北九州地域にとどまらず、遠く風に乗って福岡まで飛んでいったということです。そして佐賀県の人も同じような症状を訴えたことを聞きました。試験焼却は80トンです。しかしながら皆さんがご存じかもご存じだと思いますが、1年間で7万トンくらいの瓦礫を宮城県石巻ブロックから受け入れると言っているんです。このようなこと自体が起これば80トンの試験焼却の段ではありません。多くの被害が望んでいない被害が北九州市、そして福岡県、山口県、大分県、佐賀、長崎で起こります。皆さん、チェルノブイリ事故はご存知でしょう。チェルノブイリ事故では5年、10年後に経って多くの子どもたちの甲状腺異常が見つかりました。つまり試験焼却終わっても症状が出なかったから安全だということでは全くないんです。今から症状が出るかもしれない。試験焼却終えただけでも症状が出るかもしれない。ましてや本焼却7万トンの焼却が燃やされれば、7万トンの瓦礫が燃やされれば多くの人々の症状、多くの人々が苦しむことになります。私たちは星の被爆を望んだんでしょうか。レントゲンと同じだと言います。しかしレントゲンは病変部位を見つけるために必要なやむを得ない措置です。しかしながら日本ではレントゲンを取りすぎます。したがって内部被爆は外部被爆は病院でも起こっています。 CT スキャンなんてのはすごい被爆を受けます。しかしそれは外部被爆、問題はそうではない。内部被爆、血液や食べ物で取り込んだ、体内に取り込んだものはなかなか外には出ません。出ないどころか中に滞留し、多くの細胞を切りつけ、成長を止め、十分な非常に成長させ、がんを及ばします。がんだけではありません。その前に白血病で苦しむことになるでしょう。白血病だけではありません。普段の病気と変わらない心臓に対する影響が出ます。心臓発作でたくさん死ぬ。東京都では今まで元気だった人が突然5人も死んだという報告が起きました。心臓発作、因果関係が発揮しないから世田谷で燃やされた焼却灰からの被爆が原因だとなかなか証明はできません。しにくいです。今度の北九州市の場合においても多くの被害が出た場合、
スパイのからの放射能被爆だという因果関係をはっきり言えません。北九州はそれをいいことに皆さんに放射能被爆を教えつけることになります。皆さん、私たちはそのような聞きたから瓦礫をやめろ、焼却やめろと言ってるわけではないんですね。瓦礫焼却に散らばった放射能が農産物を養う農地に舞い降ります。そして河川に舞い降ります。河川に舞い降りたら当然海に行きます。海をたくさんの生物が繁茂した生命活動を繰り返しています。その海産物を食べてき回り回って植物連想して私たちの体内に入ってきます。つまり農産物も安心して食べなくなる、魚介類もたくさん食べなくなる、安心して食べなくなる、生産物もキノコも同じように食べられなくなる。つまり食べるものがなくなってしまうという事実が目の前に起こるとしているんです。私たちは北九州の人たちが苦しむと同時に福岡県全体が安心して食べるものがなくなってしまうという事実、これが恐ろしいんです。そしてもちろんその前に直接的な被爆があるかもしれません。それに対して私たちは粒子の真ん中には粒子時間の試験収穫をやめてくれと、そういう思いを北九州市長に投げかけることではないでしょうか。今お配りしていますチラシの中に北九州市長の電話番号とか書いてありますから、ぜひ北九州市長に対して粒子時間の瓦礫焼却をやめてほしいという一言を投げかけてください。よろしくお願いします。終わり。はい、これにて終了します。それで実際にやるときはこう綺麗に目張りをしてください。目張りをして、はい、